生の専務です。今回はですね、庭木の、剪定を撮影したいなと思っております。お客様のですね、許可もいただいておりますので、この山桃っていう木と、あとこちらの、ウラジロガシっていう木ですね、こちらについて剪定の撮影をしていければなと思っております。はい、先生では、剪定というのはですね、自然風剪定という、やり方をしておりまして、樹形がこうカチッとしているようなアウトラインがこう綺麗にこう丸とか三角とかそういう形に仕立てているっていうわけではなくて、その形のイメージは三角丸楕円とか作るんですけれども、自然な雰囲気っていう枝先でですね、あまりこう切り詰めた感じで硬い雰囲気にならないように仕立てている、やり方になるんですけれども、剪定の講習っていうわけではないので、手法とか考え方については、今ここでも細かい話はないんですけれども、手入れの前と手入れの後で、どのような樹形の変化があったかとか、そういったものを比較して見ていただけるかなというところで、やってみたいなという試みがありまして、こちらのお客様のね、お宅で何年かやらせていただいてるんですけれども、まずこの常緑樹の山桃、こちらの方の、仕立て方というか、その今ある現況なんかの説明をして、手入れの仕方とかも検討していこうかなとは思っています。一応ですね、この山桃は庭の奥へと続く、こちらの通路があるんですけど、そちら の通行に、ややこう枝が触れてしまうなど通行障害というかになっているところもあるので、こちらの方は人が通れるように、いつも割とこう強く詰めたりして通路確保を行っています。であとは山桃は、割とその成長が早かったり枝の伸長も、しますので、剪定の際はね、うまく切り返しで、大きさを維持か、ややこう少し小さめにするような意識で仕立てていきます。剪定では自然風樹形についていくつかね、考え方を持っているんですけど、剪定をする前に少し触れておこうかなと思います。まず自然に見えるように仕立てる、自然風樹形って言ってるだけあったんですけど、あとは樹形のアウトライン、丸円錐とか扇形とかね、そういうのを、意識して形を作っていく。あとは枝の流れを意識するということですね。幹から枝先に行くにつれて、幹が一番太く、枝先に行くほど細くしなやかになっていくっていう、枝の本来の自然の枝ぶりっていうのをこう崩さないように、枝の流れっていうのを意識して作っていきます。あとは枝の角度と枝の配置ですね。これは枝の広がりが一定の角度で全部だいたい配置されていると、見た目にはとても美しく、見えたりするっていうこともありますし、そういったことであまりこう角度が違う作り方をしないということですね。あとは基本的な切り詰め、切り返し、枝抜き、これらを使って仕立てていきます。あとこっちの裏白橋についてですけれども、こちらは隣接する隣のお客様のお宅に枝が飛び出さないように境界を意識してやや切り詰める形でこちらの方は仕立てるということですね。あとは玄関前っていうこともあるので、
あまりこう目隠しとはまでいかないんですけれども、うん、まあ、少しそのアイポイントとかも考えて樹形っていうのはよく考慮して仕立てていってはいます。近年ですね、少し樹高を下げたりする矯正も行っていますので、枝ぶりとしては硬い雰囲気になってしまっています。まあ、その辺はまあ修正最中ということで、まあ、剪定においてはね、1回行えば完成するっていうものではなくて、経年管理をしていく中で、まあ、徐々に理想の形に近づけていく。まあ、その理想の形っていうのは当然お客様とご相談の上、どのようにしたいかとか、まあ、そういったことをこう聞きながら作っていくんですけれども、潜水での剪定で大きく意識しているところがあるんですけれども、テイガとフテイガっていう2種類 その枝の呼び名がありまして、テイガっていうのは剪定とか手を入れない状態で伸びていきますと、本来その枝を伸ばしていくために、まあ、決まったところから芽が吹くんですけれども、まあ、こういったものはテイガと呼んでいます。で、フテイガっていうのは逆にですね、その定まったのところからは枝が出ずに、まあ、要はテイガではない場所から、まあ、どんどん出てしまうのはフテイガという呼び名になっていて、剪定の、そう、まあ、なんですかね、こう教科書というか、うん、そういう解説書なんかでは不要枝とか呼ばれてますよね。まあ、胴吹き枝とか、まあ、逆さ枝、交差枝とか、本来木が育っていく中で定まった場所じゃないところから芽が出てしまうことを不定芽と呼んでます。でこれは不定芽が出るっていうのは、まあ、主に大きく切り詰めたりとかすることで樹体がこう急にね欠損してしまった場合に、まあ、生命の危険を感じるのか、まあ、そういったことから、まあ、元に戻ろうとすぐ即席で枝をですねいろんなところから発生させると、まあ、そういうことによってまた光合成をすぐに行いたいというような現れるっていうのが、まあ、不定芽になっているということもあります。潜水だと、不定芽でなるべく樹形を、まあ、作っていきたい、その作っていきたいっていうのは不定芽が出るとやはりその樹形の乱れというのが著しいんですね。まあ、すごく伸びたように伸びてしまうので樹形が乱れたように見えちゃうっていうことなんですよ。ですけれども、まあ、定芽で管理していくとそんなに樹形が乱れたように見えないんですよね。まあこの裏白樫なんかでいうと、まあ、不定芽が割と上の上部の方では発生してるんですけれども、まあ、こういったものをなるべく出さないように、またこう、まあ、落ち着かせるというかですね、定芽の芽の派生に戻すような、そういったことも考慮して枝を挟んでいきたいなということもあります。はい、ということで結局前置きが長くなりましたけれども早速剪定の方に取り掛かりたいなと思います。よろしくお願いします。